エベツ、アイヌ語でユベオツ、サメのいる川。イプツ、大切なところへの入り口。大雪山系、石狩岳を源とし、エベツの地にて大きく蛇行し、千歳川、夕張川、ホロムイ川、豊平川、篠津川、厚別川、のっぽろ川、さなえ別川をその身に抱き込み、石狩の海へと続く石狩川。この町、エベツは、石狩の大地を父とし、石狩川を母として育み、生きてきた。この町に人々が集まり、ついの住みかとして生活を始めたのは、明治初年、ついしかり地区への人々の入植の頃からであろうか。とんでん平村への人々の入植とともに、明治15年、石狩川と江別川の合流近くに、ホロナイとテミアをつなぐ鉄道の拠点として江別駅が開業した。小樽札幌からの物資を東別月形方面へ輸送し、同時に空知上川の物資を札幌小樽を経由し本州方面へ輸送するための中継として、本流石狩川を起点として広がる川を使った水運が始まった。市街地、会社通りに接する江別川、現在の千歳川河口付近に、明治17年、カムイ丸、安心丸などが就航し、さらには明治22年、上川丸、空知丸などが就航し、それに伴い雑穀、木材などを中継する倉庫群が立ち並び、それに従事する人々が集まり、活況を呈していった。江別の工業はどのようにしていつから始まったのか。明治24年、現在の東光町に江別部とレンガ石工場が起業した。この会社は数年で閉鎖したが、しかしこれが後に起こる江別の地場産業、レンガの始まりである。のっぽろにレンガ工場が進出したのは明治31年、北海道炭鉱汽船がのっぽろレンガ工場を開設。業務を久保栄太郎に委託した。当時は上り窯で燃料は薪であった。レンガ製造のための粘土採集、薪材、工場用地の確保、さらには輸送、運搬の利便を有していたのっぽろ地区へは、その後続々とレンガ工場が進出した。川によって生まれた江別にとって最大の出来事は、明治39年から始まった富士製紙江別工場進出であった。
木材、雑穀の集積地としてにぎわいを増していた江別が、藤製紙江別工場進出と同時にさらに大きく飛躍した。藤製紙江別工場へ進出への決め手はその位置的優位性であった。藤製紙工場一覧に水運運送の利便なる江別とある。トドマツ、エゾマツなどを陶器伐採し、融雪機の止水を利用し、いかだを組み、遠く上川の地より江別へ供給した。しかし、大正11年を折り目に、原木のいかだ流しは鉄道貨車に切り替えられていった。ともあれ、総敷地面積6万9000坪の藤製紙の進出は、江別の町を根底から変えるほどのものであった。時代は明治から大正へと移る。大正3年、第一次世界大戦後には、異常ともいえる雑穀景気が訪れ、江別川沿いの会社通り、停車場通り周辺は大いに振るわい、同時に商店、町工場などが江別の町に軒を並べた。明治45年頃の江別市街地の職種とその数は、物品販売業179、委託販売業1、金銭貸付業3、運送業3、水上運送業2、土木請負8、労力請負業6、宿屋15、料理店17、牛馬販売業8、理髪店19、大工14、その他104店。これだけの業種が江別川を起点に市街地にあった。江別は川によって生まれ、川によって育てられた。母なる石狩川は、遠い太古の時代より人々を受け入れ、多くの命を育んできた。江別、札幌市の北東に位置し、総面積 187.57 平方キロ、人口12万余、そのうち80平方キロが市街地を取り囲むように農地が広がる。